こっち。今日はね、最上位内に来てます。今日はちょうどね、お正月元旦やね。元旦です。元旦にね、僕初めてなんですよ、元旦行くの。でね、まあね、実際来れない人もいるので、来れない人のためにちょっと動画でお届けできたらなっていう感じで今日来ました。だからまあこの動画見てみんななんかお祈りというか拝んだらいいかなみたいな感じでちょっと行こうかなと思います。これね、日本三大稲荷の一つの西条稲荷だから、結構県外からね、人が訪れるぐらい来るそうです。で、昔はね、ここまでね、なんか西条稲荷鉄道みたいな、鉄道いうかなんかそういう汽車がなんか通ってたらしくて、トロッコみたいな。でももう今はないんですけども、昔あったそうです。で、ちょっと始まります。はい、あ、こっちから、こっちからやね、こっちから行こう。いや、やったらいいから。まあ、でも基本的にはね、備中高松駅というか、まあそっち側から来たら結構渋滞するんですよね。だから裏手から来るのがいいかなと思う。で、ゴミ多くないこれ。ゴミ多い。なんかちょっと朝市みたいな感じになってますけど、ケバブ、ケバブね、お、本当だ。おー、すごいね。あそこは入り口だね。すごい、自動販売機がすごい、あんなに光ってたかなっていうぐらい光ってるんですけど、これちょっと屋台は、うん、こんな感じでございます。結構広いね。結構広いですね、うん、行くまで結構。ちょっと上上げましょう。すごいね、なんかもう、うん、あ、そこがお土産センター。すごっ、これやってんの初めて見た。いや、でも大体朝に来たりしたから。ちょっといい、あ、これ、ゆずせんべいわかる？ゆずせんべい、この稲荷時和屋さんっていうのが作ってる、うん、すぐそこな、うん、あ、下り下り交通、あ、じゃあこっち、いつもの道はダメなんだ。おお、もうここでなんか朝市みたいだね。朝市みたいですね。うん。あんこが。
もうなんかこれ選びようがないね。結構すごい。うん。1本500円。700円。ご利益価格みたいな。ご利益価格みたいな。これはもう。あ、これこれ、綿菓子のあの袋、風船袋いうか。ね。クリップ屋さんね。え、ちょっと道が一方通行。あ、分かりにくい。じゃあこっちってこと？もう食べるためのなんかフードブースみたいな。え？どう行くんだろう。さっきのどういう地点？どうなんかな。ここフードコーナーってことか。いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞ、いらっしゃい。はい、100円のお返し。あ、みんななんか分かりにくいな。裏道があるってこと。あ、あそこだ。あ、あれだ。あそこだ。あの、みんな、ね、あの、行ってます。もうなんか、ちょっと。単純にあそこはフードエリアだったうん、そうだね。だから、帰りがけ行かなくてもまあ、いいっていうことになりました。だから、駐車場がある中で、もうすぐ、ふわっと行けるような感じになってて。でいつもの、うん、そうだからいつもの道はあのその参道かあるいは下りの方だけ帰る方だけがあれやね。まあその行くときに、まあ、荷物とかまあその串とか持ってても危ないしっていうね、食べ物とかなんかだから帰りがけに寄るのが一番ベストってことだね。ちょっと気をつけたいのはちょっと警備員が必要なところにいないという、ね、これ危ないよ、ね、車がちょっとそうね。ちょっとあれだね、分かりにくいね。どういう人だったら断れるっすね。うん。あの、くるぶしもくっついた。さあ、最上位に行きました。本当は参道からね、登りたいんだけど、ちょっと裏道的な感じで。行けそうな気もするけど行ってもあれなんだね。逆なんだろうね。家なんでしょ、ね、ちょっと何しようやもんな。あの木取るだけ暗くなりました。どこにおる？え、みなさんなんかさまよっとる、さまよっとる。まさに集団行動。違う。ちょっと行こうか。え、上に登り詰めんといけ。結構登りますな。
安くん大丈夫、体力的に大丈夫、普段多分そんなに登ることはないと思うけど。神社の関係の施設、寝るとこみたいな。ああそうだね。いやー2022年あっという間に来たけど、あっという間になんかいつの間にか2022年になったような感じでございます。カウントダウンパーティーしたけどなんかねあんまし実感が湧かなかったという。ただ時が過ぎたと、時が変わったっていう感じだけ。ちょっと下行ってみようかな。駐車料金1,000円。本当はここに止めた方が良かったんじゃないかっていう。止めたんですかね。うん、これはね分からんけど。あでも人が多いからな、ちょっとあれなんかなって思うけど。普通はねここ無料なんだけどね、普通の日はね、大体みんなここ止めて、あ駐車料金支払いところっていうところ。あだから行けるんだよね。ちょっとこっちがちょっと行こうか。お線香、お線香買って。あ、こっちだ。まあ、買って刺すみたいな。そこが上にあるんあるんかなっていう。あ、これが感動。そう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 。あれですね。ここで普通に線香売ってあるよね。50円。財布を2束では買ってきます。そうだね。ろうそくを、ろうそくとかするとこあるんですね。あ、もう一緒にいいですか。あ、まあちょっと後で、はい、ろうそくいいですか。まあ150円ですけど、まあ、多分あるんじゃないかな。ちょっと行く。折り限定ですね、ここは。ちょっと上行きましょう。あ、プレゼントたくさん持ってくればよかった。え？1円玉とかあんまない。お金溜まってんだ。溜まってんだ。じゃあちょっと登りましょう。ここがあの、みんなどこに行ってんの？順路的にはここなの？あみんなルール守るんだね。守るんだねっていうか、ね、すごいね。なんかばらけてみんなわーってなると思ったけど、ちょっと登りましょう。なんかほとんど後ろ振り向く人いないんで、やっぱそれだけあの目標に向かって進んでるという。来ました。最上位内の。で、この最上位内、
広いんですよね。山の上にもお寺があります。こんな感じです。まあ今日は本殿に行こうかなと思います。あんなにあのかねお寺の女性が、稲荷の女性が、ね、最上稲荷の巫女さんがね、はい、じゃあ行きましょう。皆さん、じゃあちょっと皆さんにご利益があるように、ちょっと一定時間ね、本殿にを撮影します。まあ、皆さんのね思いをここに、この動画に投げてください。どうぞ。もうね、このろうそくがなんか、なんだろうな、すごいね、なんかちょっとお正月だなとか、まあ、日本だなっていうような感じがしますね。こうやってお正月の元旦にみんな集まってということで、あ、じゃあ ここにお線香ゾーン、ちっちゃいろうそくゾーンですか。あ、そうだね。どういう感じなんだ、これを。あ、安く持ってんだ。いや、あ、これ刺さった。あ、そう。あ、じゃあこれに多分こうする。あ、多分ここにつけて。あ、つけるんですか。あ、つけて。あ、ちょっと正しいしきたりがね、僕もよくわからないんですけども。はいはいはい。そうだね、いけるいける。あとはもう、うん。これで？うん、あともう、皆さんもやってるので。じゃあ、行きましょう。どこ行ったらいいんだ。なるほど。入れる感じだね。すごい。こういうなかなかやったことないからね、ちょっと不安でしたけど、ちょっといこういう感じ。パーって入れるだけです。つけてなんかするの。あ、火ついてたらもう中入れるのかな。はいはい、じゃあ行きましょう。あ、じゃあ安くんちょっと持っててくれ。もう動かさずにこのあれで、このあれで、はい。
あれ、ここは大盛り、すいません、おみくじはどこで引けますかね。おみくじどこで引けますかね。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、後ろだって。あ、おみくじあるね。やっぱみんな最後、あ、これ終わってからみんな行くんかな。今年はね、なんかスマホでおみくじみたいな。よし、OK。あ、よいね。あそこ、こっちでしょ。こっちでしょ。200円。まあその出会いとかそういうことかね。うんうん、出会い系の出会いおみくじ入れます。200円。お、大吉だ。お、いい人見つかるのかな。まあいい人っていうか、まあそのいいかもしれないです、ね、なんかあの仕事とかね。そうです、なんかいい人が。じゃあ僕もちょっと、お、でもね、結構なんかおしゃれな、なんか見えるかな感じです。じゃあちょっと開けますね。あ、でもこれ油取り紙付きってね、清めの紙。はい、ちょっと開けます。板に貼り付けて。円これを切る。はいはいはい。あ、ごめんなさい、どうぞ。はいはい。あ、中吉だって。中吉でございます。はい。え、これはどう？これを、あ、なんか貼らないといけない。あ、そうだね。じゃあ、ちょっと貼りましょう。あの、いいかな。これみんないろいろな書いてるの。女とか。いろんなあれを書いてます。で、僕は書くんじゃなくて貼るということで。せっかくあの、この日のために。ちょっと、ね、こちらでテープがあるみんなの、ね、邪魔にならないように意外と全然ここか、ここで貼っておきます。はい、スマホでおみくじもね、あるけど、普通に。はい、14番。空き地か。お、悪くはない。何書いてあるか読めん。裏になんかないかな。あ、裏にありましたね。渡りに船を得たるが如し、末遠き八重の潮路の魚もなく。なんかむずいですね。僕
袋さんです。ちょっと夜が明けてきたね。もうどん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 人が、これもっと増えた。うん、もう誰にも会わなかったっていう。よし、お、ここにも舞台が。すごっ。みんなが気になったところ多分ここなんだろうな、多分こういう、だって寅年だからやっぱ。寅、うん、すごいなんかいい甘い匂いが。カニとマンジュ。これリンゴ味もあるね。え、カニ、カニと買うの？あ、はいはいはい。カリンとマンジュ。会場以内の名物なんですか？そうですね、8年目なんですか？中にかりんとうが入ってるんですか？あ、こしあんが、あ、外側の風味っていうか、まあ、あー、なるほど、そういうことなんですね。あ、なるほどね、美味しそう。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。これお土産？お土産よね。なんか食べたことあるような気がする。なんか。俺も食べたこともある。うん。まあ、美味しいですよ。ね。ほら、ゆずせんべいも。ゆずせんべい。ゆずせんべい。なんかこれ昔懐かしいなんか露店というか。たくさん売られてます。行きましょう。好みかな。好み。ゆずせんべいは。ご年配の方が結構好きそうな感じかな。なんかお茶と一緒に、まあ、食べるというか。塩っぽい感じじゃないの？あ、甘いね。甘いんですか？うん、甘い。もう砂糖がまぶしてあるような。あ、そっち系なんだ。うん、そう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 。みそせんべい、稲荷名物。みそせんべい。だって500円ぐらいあったかな。500円ぐらい。食堂があるか。これもご利益価格。ご利益価格だね。本当に？あ、でも、あの、オフィシャルなやつじゃないか。なんか大体赤なんだよね。そうなんだ。似たようなやつもあんのかな。オフィシャルじゃない。オフィシャル分からないけど。大体イメージは赤、パッケージが赤なんだけど。うん。まあ、違う、あ、これでも違う、違う、あ、あ、違う、いや、まあ、違う、なんかね、お、お、爆発する、あ、爆発する、爆発するかと思った、焼き栗、あ、あ、
これオフィシャルですか。オフィシャルってこれこういう、あ、でもこれ300円だ。本当だ。あ、でも赤なんよ。限定なのかな。でもどうなのか。いや、なんかね、あ、でもいいよ、もうなんか。あ、でも、あ、でもこれ目玉焼き、あ、あそこだ、あれ、ゆずせんべいのあの作ってるとこ、もうすごい、あの、あ、これ、やばい、こちらが350円で、こちらが500円です。これこちらを2つ、ありがとうございます。なんか他にいろいろパッケージあるじゃないですか。やっぱメーカーが違うみたいな感じなんですか、メーカーっていうか。そうですね、はい、お店によってあの味が全然異なります。はい、ありがとうございます。やっぱ年によってはパッケージっていうか変わってくるんですか。あ、もううちはずっと。ああ、なるほど、はいはい、はい、あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。あ、またまた。やつ年明け早々落ちて落ちて。あ、ここで作ってるね。ちょっと写真撮っとこう。はい、じゃあ行きましょう。はい、やっぱ違うんだね、メーカーがね。やっぱあれやね、本店というか、まあ、ゆずせんべいはいろいろあるんだね。そうですね、その場所その場所によってね。ここにもゆずせんべいが。これ違いますよね。1000円とか500円だね。お、素敵。あ、なるほど、300円ゲームセンターのね、あるように。もう終わりだね。お、ステーキ。すごい、500円やって。500円があれですか。うん。ワンコイン。お餅もある。お、すごい。500円やって。500円。うん。
ちょっとやっぱね、ご利益価格の僕ら貧乏ですから本当に、あの、ここまでということだね。はい、いうわけでここからが本当のガチな屋台多いところになります。まあこれで終わりいうことですね。というわけでね、今日はありがとうございました。皆さんとって良いよね、落としようという形でございます。まあ大変ね、これからどんどんね混雑すると思います。だからまあもうちょっとね落ち着いてから皆さんもね来た方がいいのかなっていうような感じで、まあね、早いと多分こういう屋台はあると思うんですけど、落ち着いたら多分なくなってくると思います。屋台に興味ある方はぜひ、まあ、それでもまあ全然興味ない人はまた落ち着いてからということで、今日はありがとうございました。まあこの西条稲荷だけじゃなくても、まあ、岡山県っていうのはまあいろんなね神社とかお寺ありますんで、なんかここがいいぞとかあればまた皆さん教えてください。コメント欄に書いてくれてもいいので、まあね、まあ、西条稲荷に行かなくても、まあ、地元の神社とかお寺でね、参拝する方も結構ちらほらおるようなので、まあね、去年より、行きやすくなったとはいえども、やはりまだまだちょっと油断は許せない、まあ、この2022年の1月1日元旦でございます。というわけでありがとうございました。長くなりました。それではまた今年もよろしくお願いします。はい。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。